はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はネットの画像にあったウサギを作りたいと思います。かわいいです。これはすぐに作れて割りづらいんでかなりいいと思いますね。色を変えるとミッフィーちゃんも作ることができます。今回もたくさん作ってみました。かわいいです。パステロイエロ、ピンク、アイボリーですね。このアイボリーのが画像にあったモデルになってますね。かわいいですね。こういうのもかわいいです。これが一番のお気に入りですね。アクアマリン、これかわいいです。ブルーもかわいいですね。かわいいです。茶色、ミッフィーちゃんかわいいですね。あ、これはかわいいです。かわいいですね。こんなところにいました。かわいいです。皆さんもいろんな色で作ってみてください。まずこちらですね、アクアマリン用意しました。結構残しました、10本分ぐらいですね。はい、まずは少し軽く揉んで4本分ぐらいですね取って、次はピンチツイ、これ大きくするとかっこ悪くなっちゃうんで小さめがいいと思いますね。で、同じ大きさでここで、これを中に通します。2回通すと安全ですね。はい、できました。そしたらこれをもう1個作ります。はい、そしてお腹ですね、ちょっと揉んで、少し小さめですね、お腹は。こっちを小さくして絡めて、もう一個ですね、小さめで、ここに絡めて、はい、今作った小さい方に足を2個作っていきます。これも小さめにやらないとかっこ悪くなっちゃう、小さめで、で、ここに絡めて、こうですね。はい、そしたらここを揉みましょう。で、柔らかくして耳をひねっていきます。このぐらいですね。ちょっとこれと一緒かちょっと大きいぐらい。これを同じ長さひねって、こっちのピンチツイートに絡めます。はい、できましたね。そしてこれをこっちに持ってきて、この間に入れていく、こうですね。こんな感じにしましたね。こんな感じにしたら、ここをつまんでやると耳になりましたね。あんまりは切ります。さっきのところでちょっと難しかったなっていう人は、これを空気をここで潰してひねるとすごい柔らかいのができるんで、この辺で潰してやる、すると柔らかいですね。こっちも空気を抜いて潰してひねると柔らかいのができます。するとさっきのやつが簡単にできますね。ネスが簡単にできるんで、さっきのが割れそうだったらこっちをやってみてください。はい、ここまで行きましたら、足がちょっとまあかっこ悪いんで、足をここに中に真ん中に入れます、ね、するとあ、いい感じですね。はい、一応ミッフィーちゃんのやり方ですね。ここまで来たら、このピンクをただつけてお腹をピンクにするだけですね。簡単ですね。で、あとはこれを足作って耳作って、これは空気を抜いてこう持ってくればこれになります。簡単です。かわいいです。はい、という
というわけで今日は簡単なウサギでしたね。かわいいです。ここに10円玉を挟めば立つことができますね。かわいいです。はい、というわけで今日のポイントですね、顔とお腹のバランスですね。これ大事ですね。顔これぐらいちょうどいいですね。これの裏側こっちがでかすぎました。これで顔描いても多分可愛くないですね。なのでこっちにバランスがいい方に顔を描きました。あとポイントは耳を柔らかくしてひねる。そうすると割れなくてちょうどいいです。皆さんもいろんな色で可愛いウサギを作ってみてください。ではまた見てください。さようなら。